京都 6R、9日、芝1800メートル、3歳未勝利、出走18頭。名品を思い出させるゴール前に、京都 6R はゴール前で大接戦となり、リス・グラシュの前提エボルビング、オス・藤原栄、とリス・グラシュの初ゴシュベルトリリエ、オスヤ矢作、がワンツーを決めた。直線の追い比べで抜け出したエボルビングに、ゴール前で大外からシュベルトリリエが強襲。 結果は花さで一番人気エボルビングに軍配が上がった。リス・グラシューは18年のエリザベス女王杯で G1 初制覇。19年には宝塚記念、コックスプレート、有馬記念を3連勝し、年度代表馬に輝いた。名品の弟、息子が演じた大接戦に、リス・グラシュー一族熱いな、2頭で決着してくれれば面白いなと思ったが、マジでそうなるとは。 胸熱だった、血統の不思議な縁を感じずにはいられませんと、SNS 上にファンの簡単の声が飛び交った。